にこの町は初めてなもんで、この2人で来るのは、まあ、あの聞いてもらったらもうすぐ分かると思うんですけど、アッシェイカーの曲をやってるんですけど、まあ2人でしか、いや、あなたたちが愛して、皆さんが愛しているあの80年代のアッシェイカーとは全く違う自分らなりのアレンジをして、もう本当に、なんだろうな、説明するのめんどくさいですね。聞いてもらいましょうか。スタイルで、まあ、僕ら2人しかできないっていう雰囲気で、まあ工藤さんの賭けも形もございませんけど、それがよろしいって、それがよろしいですよね。デジタル工藤は頑張ってる、デジタル工藤頑張ってるよ。揺れないもん、走らないし戻らないし、ものすごいよね、うん、すごい。いや、もうここで笑いが起こるっていうことは工藤さんのもたる走りをご存知ということで、まあ、それがアッシェイカーなんですけどね。それがアッシェイカー、ね、それがアッシェイカー、まあ、あのモタル走る適当なドラムがないとダメなんですよ。味になってんだよね。味になってんだよ、もうあれ、あれがあってアッシェイカー、おーすごいなアッシェイカーって思うもんね。うん、でもあのあれだよ、あの本当にこうテンポがきちっとしてるとやりやすいんだけど、本当にやりやすいんだよ。でも僕らってもう何十年も工藤のドラムでやってるやんね。悲しいぐらいあっちに合うんだよね。他のバンドのメンバーらもびっくりするもんね。よく合わせてんなとか言われるよね。言われる、なんで合うのって。あんなドラムが走って、なんで後ろも見ないで、ね、みんな笑って演奏できんのって。僕らその時はなんかあのね、工藤が走ってるっていうことをすら気づかずに、なんでそんな当たり前のことをね、すごいって言うのかなと思って。本当に合うんだよね。悲しいな。悲しいね。でさっきも言ったように、本当に綺麗にこうテンポが合ってる、こうデジタルとかはもう本当に普通にね、ぼーっとしてても合わせやすいっていうのがあるんですけど、これで怖いのが、アーシェイカーをワンツアーやった後にもうすっかり工藤の罠にはまってしまってて、ほいで久々 SMC をやって、あ、まあ、た簡単にできるしと思ってやったら、このデジタルに合わせられないの。あるんや、怖いよ。
罠があるよね。僕はもうその罠に何度もハマってて、次の仕事やるときに、うわ僕下手くそみたいななるから必ずね、ツアー中もクリックで練習して、ね、練習するね。ちゃんとこうちょっとねじれたやつを修正していくわけね。そうそう、駆動色に染まらないよね。俺もすっかり駆動色に染まってしまってる、ね、僕あの仕事できないよね、あれね。さあ、ということで、じゃあ次はね、Don't Look Back っていう曲があるので、それをやりたいと思います。